勝者のグリーンマスコットつば九郎の登場です。さあつば九郎、今日の一言このタイミングでいきますよ。さあシーズン最後の今日の一言、どんな内容になるのか。スーパーカラービジョンズーマいきませんか。誰に手を振っているんでしょうか。つば九郎本当にいいね。サロンソフトにも手を振っていただいているでしょう。さあ行きましょう。今日東京ヤクルトスワローズ最終戦となりました、まずタイガースの皆さん、タイガースファンの皆さん、1年間ありがとうございました。 CS 日本一へと頑張ってください。ヤクルト底力見せつけてください。今日からのメッセージです。頑張ってきてください。東京ヤクルトスワローズファンの皆さん、1年間どんな時も応援を、はい、どんな時もありがとうございました。どんな時も迷い探し続ける日々が答えになることを夜は知っているから。待ってね、どんな時も来ましたね。じゃあ本当にこんな時も今シーズン本当に力強い声援を送ってもらいました。プリミアしました。来年の今頃は CS やってるように頑張りましょう。スワローズあるあるで、シーズンオフはつば九郎のシーズンイン。なるほど、うまいね。という言葉があります。オフシーズンいろいろやりたいと企んでいます、ね、オフはマスコットの、ね、大イベントもあったので、CS シリーズのお邪魔にならないところで何かしら動きます。いや楽しみにしますよつば九郎、はい。このオフつば九郎が絶対にしないこと、騒がさないこと、はい、このやらないこと、FA 宣言、FA 宣言しませんか、現役ドラフト、すいません、すいません、ぜひ、ドミニコムシです、エージェント契約、じゃあ、行きますね。はい、ドラフトのくじを間違える。まだ立ち寄るんですか、ラジオ出演でまさかの YouTube クルーリーパー成功だしよね。みんな来たね。11月25日ファン感謝デーに、さあ行こうか。はい、ファンが立ち上がったので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。さあ最終戦お待たせいたしました。よろしく